こんにちは、今日ご紹介しますのはもうどのご家庭でも簡単にできる、そしてね、まあ、私がとにかく好きなんですが、オニオンリングオニオンリングをご紹介いたします。今ちょうどね、新玉ねぎが出回っている時ですね。で、私はね、毎日食べてるんです。実を言いますと、そのリングではなくてもうスライスでね、スライスで毎日食べてます。で、もうなんか血液サラサラなんじゃないかって、まあ、自分では思ってるんですけど、まあ本当のところは分かりません。でもこのオニオンリングはね、私大好きというか、つまみとしてはね、もうなんかビールのあてには最高なんじゃないかと思ってるんですが、よく行くね、天然温泉があるんですね。そこにね、行くと必ずちょっと飲んじゃうんですけど、そこのつまみにオニオンリングが、もちろんちょっとね、そういう施設ですから、冷凍食品を揚げたやつになるんですけれど、いつも頼んでたんですよ。それがなぜか、その去年の秋のメニュー改正かなんかでね、オニオンリングがイカリングに変わっちゃったんですね。残念なことに。ちょっとショックで、今はもう行くとですね、しょうがなくイカリング頼んでるんですけど、まあ、そんな具合にね、私行くたびに食べていたオニオンリング、それをね、ちょっとアレンジしまして、変わり揚げってちょっとオーバーなんですけど、まあ衣をね、いろいろ変えてみる。そうすると彩り豊かなオニオンリングになります。で、これもね、映えを狙って彩り豊かなオニオンリングをご紹介していきたいと思います。これをご覧になられた方の中の晩の食卓に残っちゃうかもしれませんよ。それもありです。非常に、安くてボリュームがありますので、ぜひね、全て同じことをする必要全くないんですよ。一つ二つでもね、やって召し上がる方がおなんて思ってくれたらいいんじゃないでしょうか。それではオニオンリングの変わり揚げご紹介いたします。はい、もう材料はですね、ご紹介するまでもなく、新玉ねぎです。これ一つでね、かなりのボリュームがありますので、まあご紹介ですからね、一つでね、作っていこうと思います。で、これは、まずね、当然皮を剥きますが、皮を剥くときね、新玉も皮も薄いです。まあ根の方を取って、で頭の方を真反対からこう取ると、要はこっちとこっちがもう取れてるのでね、ここをね引っ掛けてこうして取ると半分取れて、もう半分はこうしてやると取れる。これで皮が剥けちゃったわけです。で、表がね、ちょっとね、薄い皮、ちょっと何て言うかな、剥けちゃって乱れてたら一皮剥いちゃいましょう。はい、で、こういう薄皮があるんですけど、薄皮はね、取っても取らなくてもいいんですが、取れちゃうので取っちゃった方がいいです。はい、こういう状態ね、皮を剥いたこういう状態をまず作ってください。はい、そうしましたらですよ、これをリングにするんで、まあ、本当はね、リングじゃなくてもいいんですがね、先ほど言いましたが、映えを狙ったらリングの方が映えるのでリングにしましょう。厚みは1センチぐらい、この厚さに、輪切りね、こう小口からこうしていきます。次も、そしてで最後かな、もう一つ、よし。はい、これでこれをほぐせばリングです。これをほぐしてみましょう。一つずつね、この本当にこういう薄皮がね、出てくるんですよ。これね、もう取らなくても取れちゃうので、取れるところは取っちゃった方がいいかも分かりませんね。邪魔くさいです。これ玉ねぎ1個ですからね、1個でこのボリューム、はい、これに衣がついたらですね、もうほんと倍ぐらいの量になります。見た目ですけどね。はい、それでこれをリングとして揚げていきますので、ご覧くださいね。
今度衣を紹介いたします。はい、それではね、衣を作っていきます。衣はね、基本的には天ぷらの衣と同じ要領です。ですがちょっとあの天ぷらの衣よりね、重たい、まあ、フリッターっていうのかな、あれに近い衣ね、を作ろうと思います。で、卵を、まあ、私は2個入れましたが、あの本当はね、黄身だけの方が実は衣は美味しくなりますが、ご家庭のまかないでしたらもう白身も使ってください、もったいないから。で、2個私は入れました。1個でもいいですよ、それは衣を作る量で調整してください。で、これね、白身を入れた場合はものすごくこうよく攪拌して白身と黄身をよく混ぜちゃってください、ね、こうね、もう黄身も白身も分かんなくなるぐらい。そしてこれに水、水もあの作る衣の量に合わせて適当に入れてください。ちょっと今日はね、あの変わり衣といってね、何種類も衣を作るのでちょっと多めに作ります。はい、まあこれで、これに小麦粉を溶いていきます。で、小麦粉はね、まあ、天ぷらはあまりこう入れてこねこねしちゃいけないと、あまりこう粘りが出るようにね、溶いちゃいけないというんですが、今日はいいです、粘りを出しちゃってもいいんです。ですから天ぷらの衣よりは粉を多めに使っていただいて、よーくね、ダマがないように溶いちゃってください。これもう私の感覚ですからね、その方がいいだろうと思ってます。もう少し重い方がいいです。ホットケーキミックスなんかでもいいんじゃないでしょうかね。このぐらい、あ、これいいね、このぐらいの硬さ、わかりますか、天ぷらよりは重いですよ、ね、衣をね、なぜかというとね、揚がった時に衣がある程度しっかりしたのを私が求めてるからです。で、これにね、少しばかりも塩を入れてしまいます。あんまりいっぱい入れるとしょっぱくなりますからね、少し入れてください。そして混ぜてください。で、これがもうすべてのベースになります。私今回の場合ね、これがベース、これにいろんなものを入れて色をつけていったりしますので、混ぜるものはその時その時ね、ご紹介します。そしてこれね、これも粉をね、まぶしておいた方がいいと思われますからね、少しね、粉をね、まぶしましょう。その方が剥がれにくいと思います。サクッとついてればいいです。こういう状態にしておきましょう。これでまずですよ、今の玉ねぎを揚げていくんですが、衣としてね、今日使おうと思っていますのは、まずはね、この先ほど作りました衣、これこのままこれだけで揚げるのが一つ。この衣に、色をつけていきます。これはね、もう梅肉、赤い梅肉、これを入れて赤く揚げます。そして抹茶を入れて緑に揚げます。そしてカレー粉を入れて黄色く揚げます。そしてこれはね、あの青のりね、青のりを入れて、ま、青のりをまぶしてあげます。それで何種類、5種類、まあそんなんで、あと思いついたらね、ちょっとその場でいきたいと思いますので、まあ出来上がりを楽しみに揚げるところをご覧ください。はい、それでは揚げていきます。まずですね、揚げるのにはね、やっぱり順番があります。で、まず一番最初はこの何も入れてないただの衣、これからいってください。なぜかと言いますと、カレーなんかを先に揚げちゃうとですね、全部カレーの風味がついちゃうんですね。ですから一番当たり障りのない、一番オーソドックスなのをまずいきます。まずこう衣をつけてですね、これたっぷりつけて、ちょっと重い衣ですからね、とろっとしてますので、これをはいっと入れて、じゃあまずこれを2ついきましょう。2ついきます。お、これはなんかハート型になって、で、油の温度は普通の天ぷらよりやや低めがいいですね。なぜかというとね、ちょっとね、
色をきちっと出したいので、あまりあの高い温度で揚げちゃうとですね、いきなり焦げて色がねみんな茶色になっちゃうんです。はい、これがまず何もないやつ。次はねこれいきます。抹茶を溶いたやつ、抹茶を溶いた衣。これをしっかりつけて、そして次はこれ梅いきます。梅、梅肉を溶いたやつ。梅を溶いた梅肉衣で、はい、もうこのぐらいの色が出てきました。これも揚がりです。揚がってます。はい、揚げちゃいましょう。あの衣をね私しっかりね固めるために少しこう長く揚げてます。あのオニオンがね火入るとクタッとなっちゃうんですけど、衣がしっかりしてるとこのリングの丸い形をね保てるので、こういう風にね、よし、はい、これももういいでしょう。そして次はねこれ青のりです。青のり、青のりをちょっと混ぜましょうね。これも同じように、青のりもしっかり衣を全体につけてください。よし、まあ一応最後これカレーです。カレーと玉ねぎは相性悪いわけがないので絶対美味しいんですがね。よし、もっともっとねいろんなものでアレンジできると思いますよ。まあしなきゃいけないわけではないんですが、少しこう遊び心を入れて、これが青のりです。はい、カレー。はい、それではね出来上がりましたので盛り付けてみましょう。まあこれちょっとまずこれでご覧いただこうかな。こんな感じですよ。いろんな色ができました。そのまま青のり、抹茶、梅、これがカレー粉で、ちょっとねイカスミがあったんでイカスミ入れてみたんだけど、スミが少なかったんであまり黒く出ませんでした。まあ、こんなんでねいろんなものを入れてみてどうでしょうかね。やってみたら、まあではもう適当にいきましょうね。こんなんだとこれは映えると言うんだろうか。はい、こんなオニオンリングはいかがでしょうか。あのパッと見なんだか分かりませんね。ですがオニオンリングです。まあこれで晩酌のビールいかがでしょうか。一つちょっと食べてみますね。カレー行ってみましょう。カレー、うん、いや味はもう大丈夫です。どれを食べても大丈夫です。でこれをね物足りなければ塩を振っていただいてもいいですし、何をつけて食べてもケチャップでもいいでしょう。天つゆでもいいですね。これまあそんないろんな食べ方をしていただいたらもう味のバリエーション、色のバリエーション非常に豊富になります。果たしてこれが良かったかどうか皆さんがご判断いただければいいかと思います。こんなオニオンリングのご紹介でした。それでは失礼いたします。